皆さんこんこにちは今回紹介するのは日本のグラビアアイドルタレントのメモさんです2002年9月14日東京都出身 SPJ エンターテインメント所属2022年6月24日ファースト DVD「ピュアスマイル」を発売2022年11月7日発売の「週刊プレイボーイ」の企画「新世代グラドルボーイン番付」 2022年秋場所にて東の出張横綱2000室2022年12月22日その年に最もショップに貢献したグラビアアイドルを選ぶアワードグラビアオブザイヤー2022にて新人賞を受賞し一気に注目を集めるようになりましたここからはさらに大場メモさんのことを深掘りしていきたいと思いますそして最後には彼女のスリーサイズを発表させていただきますのでぜひ 最後までエッチの写真を見ながらお楽しみください。趣味はミステリー小説を読むこと、ウィンドウショッピング、焼肉を食べること、歩くことのようです。私もメモさんの下乳の隙間に挟まれたら、どうなってしまうのか、という謎を解き明かしてみたいものです。まさにミステリー。特技はマッサージすること、メイクを崩さないことです。マッサージ、どのようなマッサージなのでしょうか。ま、まさか、 その大きなおっぱいを使って全身をマッサージしてしまうのでしょうか。エロすぎる。いや、逆に手をマッサージするね。と言って、腕の方までマッサージした時に、手の甲がその柔らかな早急に触れるだけでもいいので、ぜひ、マッサージしてください。お願いします。そんなことはさておき、芸名、メモは、本人がメモマのことから由来するそうです。そして、2013年2月22日には、サード DVD、 メモリーズがリリースされました。この DVD では20歳になった大場メモさんが自慢のスタイルとさらに大人っぽくなった姿を見せています。ホテルウーマンに扮したメモさんは客としてホテルに訪れた彼氏といけない行為を展開するという設定のようでムチムチボディを様々な角度から楽しめる作品となっています。思わず私も前鏡です。これを撮った監督さんにぜひとも握手を求めたいです。個人的に 下着のようなウェディングドレスのメモさんは大変しこり気が高くてよかったです。さあ、じゃない、アーメン。ちなみに、新作 DVD の発売を記念したイベントが3月26日に東京、秋葉原のソフマップ秋がアミューズメント館8階にて18時から開催予定のようです。このイベントを前にメモさんはツイッターにて20歳になった私の1本目の作品です。 こうして3本目をリリースできてそれに伴いソフマックさんにてリリーベを行えることいつも応援してくれるこれを見てる一人一人のおかげでしかないんです心からありがとうとコメントしていますこちらこそ生まれてきてくれてありがとうと言いたいですね最後に気になるメモさんのスリーサイズですが上から956494の圧巻の H カップです 身長が162センチと小柄ながら、このムチムチ加減がたまりませんね。ということで、今後も目が離せない、活躍されること間違いなしの、ムチムチドエロボディな大場メモさんを、これからも応援していきましょう。最後まで、ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、素敵な女性のエピソードを紹介するとともに、えりすぐりでちょっとエッチな写真も、交えて紹介していきます。この動画を見て、こういうのでいいんだよ、こういうので、 と思われた方はぜひチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。